あの辺にイカンティー投げたらハイドラントの人とかをシュッて、イエーオパピー。どうもチャポです。プラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで今回はですね、プロモデラー RG ことドーモデラーが縄張りバトルでワンチャン最強武器なんじゃないかなっていうのをね、実際に使って検証していこうという動画回になっております。とりあえず自分のやつしていきましょう。皆さん、いやほんまにね、縄張りバトル大好き政治の僕が言うわ、これほんまワンチャン縄張りのスターになれるね。あのスター性がもうめちゃくちゃすごいね。もうすっごいスター性を秘めてるからさ、めっちゃ楽しみ使うのが本当にね、いい感じな結果になりそうなんで、頑張ってね使っていきたいというわけでございますが、もうすごいすごい、これチャージキープからやられんちゃうか。これおっとおった、ナイス、マルチミサイルでやばい、ビタミンすごいけど、まあ自分にナイスということで話戻しましょうかやっぱね、縄張りバトルっていうのはヌリヌリヌリヌがね大事になってくると思うんですけれども、それはもうめちゃくちゃ皆さん安心して、ヌリヌリヌリヌはもうめちゃくちゃ簡単にできるから、もう息してるぐらい、目つむっててもありえんほど濡れちゃいますから、もうそれぐらい呼吸する感じでアホみたいに濡れるんで、そこは安心してもうすごい塗り性能がいいから、そこは安心でしょ。縄張りバトルのヌリヌリヌリヌはできると。ほんでね、やっぱりね、ある程度ねキルもできたらいいんですけれども、プロモデラーってねキル性能が低い。でも安心してください、この銅モデラーはクイックボムとこのスペシャル光り輝くナイス弾があるんで、キル性能バッチリ抑えてくれてます。もうしっかりカバリングしてくれてるんで、いやほんまもうバケモンやねんって。これほんめっちゃめっちゃいいんですもん、ほんま。もうジャンプとかしちゃうもん。これはさすがに無理かつまり塗りも切るもできるというわけですね。ほんで武器自体も扱いやすくて癖がないんで、初心者の方でも塗り塗り塗りぬとキル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 できると思います。Mおじいちゃんにもなってもね大丈夫やったら、もういい感じに接近すれば弾がばらけてくれるんでね。でもやばいでしょほんまに。チャッププロモデラーのステマなんみたいな感じぐらい、僕今日いいことしか言わんからプロモデラーのステマめちゃくちゃしたろっていうぐらいいいことしか言わないんで、そこを見ていただきたいんですが、この銅メダル銀モデラーなんですよね。この人クイックボムないからダメなんですよ僕はより戦闘的になってますからね。そこの戦闘民族のベジータなところを見ていただきたいんですが、誰もおらんほんでナイス玉も濡れるしキルできるし、チャージャーとかいろんな人がおってもですね、これはいいもおじいちゃんで、犬なんかチャージャーしてやられてるそう、ナイス玉で高台におるチャージャーとかハイドラントとかプロモデラーじゃ絶対に届かない人もキルできるという、もう素晴らしい性能、敵の誘導もできちゃいますからね。もうえぐい。まとめたら武器の癖がね全然ないのにめちゃくちゃ濡れて、である程度ねクイックボムとナイス玉でキルも取れるという、やばいでしょほんま。もう何でもいいもんほんまに。いや なんかすごい直撃したんだけどまあこれは残念無念チャップですね。僕の立ち回りがおじいちゃんすぎてデスしてるだけで、プロモデラ MG とこの銅モデラ、これは悪くないからね。もうほんまにこれだけは嫌いにならないでくださいっていうことよほんまに。うお、ちょっとエイモ、ちょっと待って、エイモおじいちゃんだなこれ着地キルされへんように守ってあげたいんですけど、ちょっと微妙やられちゃったかな。あ、ちょっとやばいやばい、これやばい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 、エイモおじいちゃん、うわいや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 、ダバ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 、うーじゃん、プレーなんかカモンしてもうたやんカモンはいらないよ。ナイス玉ナイス、もうナイス玉がナイス、こういうことなんでございます。まあこういうこと、まあ、結果はすごい可能性秘めてる。いや本当にスター性あるんですよ。なんか新人アイドルみたいな、いや橋本環奈みたいなぐらい、そのぐらいの衝撃を僕は味わいましたね。まあようわからんけどとりあえずね、キルも塗りもできるから、その辺をしっかり覚えて帰っていってください。ではでは、2試合目富士坪スポーツクラブでやっていきましょうか。なんかあれですね、初心者の人でも安心してぬりぬりぬりぬ楽しみつつ、スプラトゥーンの楽しみを覚えつつ、なんかある程度キルもできて、あ、なんか楽しいんじゃねって味わえる、なんかそういうハッピーセットな効果もありますね。楽しい武器やと思う、まあ、そこ大事ちゃう。やっぱりもう楽しさなかったらもうダメージ受けるからさ、体っていうものはさだからそこら辺はいいかもしれませんね。ほんでさ、自分にナイスもう一回するけどさ、僕今回ナイス玉編成にしてくるけれども、クイックボム編成とかね、ギアの組み合わせも人それぞれでいろいろできると思うんで、その辺もなんかまた楽しみの一つですね。ハッピーセットのおまけ何がついてくるかなって、なんかワクワクしながら考えられる感じですよ。なんかようわからんけど、ハッピーセットに今日ハマってるのかな。ようハッピーセット言ってますね。アイムラビニーって言っておきましょう。ほんでジェットパックあるでしょ、お肌すべすべに、あそこ投げとくんでしょ。ほんじゃね、アイムラビニーってキル取れるわけ、ナイスイエーイ、なんかポテト L 食べたような気分になりましたね。ダブルチーズバーガーからの照り焼きマックバーガーからのフィレオフィッシュ、そしてエビフィレオ、いきましょう。よくわかりませんお腹がつきました。さあ行きましょう。そんな話はいいんですよ。ナイス玉見てたらなんか目玉焼き思い出しましたね。よくわかりませんけどね。
プリンクラー潰すのは強いよ僕。スプリンクラー世界選手権第1位やから。ほんでさ、さっきも言ったんですけども、あそこハイドラントの人とかに貼られてたらきついんで、あの辺にいい感じに投げたらハイドラントの人とかをシュッて、イエーおパピーいい感じにハイドラントの人にさ、うわうわめっちゃある、めっちゃある、うわめちゃめちゃやばやば、インク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 、危ない危ない、ナイスインクからのピングや、ペンになりかけた、ハップネ、ナイスインクーからのピングーって意味わからんけど、あ、そこにピングーおるな、ピングー、これ何や武器、え、何何、若葉シューターか、あ、ワンチャンいけるかな、でもインクアーマー付きやったらちょっと怖いんで、まあここはナイス様に頼りつつ、でシュッとあそこでハイドラントの人の視線を隠してで、ここに来たこの人を倒すという、いやー危ねえ、あ、ちょっとやばいやばい、いや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 、あ、ほんでライディングステップもできるという、なんかそういう素晴らしい特典も今気づいてしまったわ塗り性能がいいんでね、あ、もう何でもできるやん、本当にこんな万能な武器あります、ほんまにマヨネーズ並みにヤバい調味料やん、とりあえず何にでもマヨネーズかけといたらうまなるみたいな、ちょ、なんかマヨラーの布教みたいなになってますけど、僕は別にマヨラーではないよ、僕はでもプロモデラーのあのステマですステマって言うと高いやんっていうことあるけど、まあとりあえずめちゃくちゃいいのっていうのは覚えてくださいね、めちゃくちゃタケコプターが、誰ドラえもんの4次元ポケットから勝手にタケコプター取ってきたん、それはタケコプターやで、僕はチャプコプターやで、まあ、ようわからんけど、うわやばい、舐めてた舐めてた、あれハイドラントの人じゃん、うわー、あ、なんかデスしてなくねやっぱりこう逃げやすさもあるというとこが見てんちゃう、あの魅力でしょうかね、食い込む投げて、あ、降りちゃった落ちチャップなってしまいましたね多分ハイドラントの人がきついんじゃないのかな、多分味方の人もそれはきついと思うんで、僕はちょっとある程度こうナイズでもうまいこと使ってさ、威嚇とかねしちゃったりね、しちゃったりするけど、おるんちゃう、しちゃったりしちゃったり、誰もおらんで、どういうこと気づいた時には誰もおらんと、あ、やばいやばい、おるんちゃう、こうバレてるよな多分、あ、いける、あ、じゃあナイス玉で最後キルを取りましょう、ほーい、おっぱぴー、ドゥルンドゥンドゥルンドゥルンドゥンドゥルンドゥルンドゥンドゥルンドゥン、パーンってデスして、サザエさんのあれやんか、音楽流れてもうてん、デデンデンデデンデデンデンデデンデデンデンデデンデンデンス言うてね、負けたでも最後だけかデスした、ほんでめちゃくちゃヌリ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 できたと思うんですけど、でキルもちょっピシ取れてるやん、ナイス、はい、じゃあラスト富士坪スポーツクラブでやっていきましょうか、ドーモデラーって言われてるけども、全体的な性能見たのも金でしょ、これドーモデラーちゃう、これプロモデラー、僕は RG 使ってると思ったらプロモデラー、あ、間違い、ちょ待って今回、え、待って、ちょ待って今分かったんですけどさ、プロモデラー RG 使うって言ってた、これプロモデラー、あれ待って、ドーモデラーってプロモデラーの名前何、僕金モデラーの子って言ってた、え、もしかしてフラグ回収した、ドーモデラーやと思ってたけど、バチバチ金モデラーの名前言ってて、今ちょっと金モデラーのトークしようと思って、え、僕フラグ回収した、え、未来予知されてたんかな、僕時をかける少女になってたんかな、え、何を言ってんのか分からんけど、え、ドーモデラーってプロモデラー RG、MG、PG か、ピジョン、ポケモンはチャップ何言うてるかよう分からんけど、まあそんなのどうでもいいんですよ、まあ、金銀銅のね、まあ、あのオリンピック的に言うとね3位かもしれんけどね、メダルの色にね価値なんてものはないんですよ、メダルというものに価値があるんです、銅メダルじゃない、メダルの色はプライスレスということなんですよ、何言ってる、え、待って、プロモデラー MG RG MG RG、 え、プロモデラー RG MG、 え、な、 MG、 え、 HG、 それレーザーラモン、わーおやんか、え、何誰か混乱かなんか、え、なんかメダパに食らってる、ドラクエで言うと、ドラクエで言うとメダパに、ポケモンで言うと超音波、ファイナルファンタジーで言うと、おーと、あんまりダメだ、パッと出てこないまあよう分からんけど、なんか遊んでる間もすごい平和ですね、多分味方の人はめっちゃキル取ってくれてんじゃない、だってなんかすごい平和だもんまあこれがあれですよ、ドーモデラ使ってたと思ってたら金モデラの名前言うてて頭おかしくなった男の実況っていうやつですね、これ後ろ来てるよな、知ってあシンプルにやられる今のやられたのダサいですね、サングラスの魔術師にやられてしまいましたね、あれが紅の豚という名前を受け継げた紅のパブロなんでしょうか、飛べない豚はただの豚さ言うて、飛べないパブロはただの豚さ、やばい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 、でもこうクイックボムもあるし、あ、エイムおじいちゃん、あ、怖いわ怖いわ怖いわ怖い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 、シンプルに怖い、ナイスダマナイスダマ、バブルランチャーも食うよ、チャップチャップチャップブブ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 チャップ、頭がおかしいな、そんなのはいつもだよ、8年前ぐらいからおかしいって、あ普
ざけてたやられた待って待って、おかしなってきてんねんて。3試合目もうふざけすぎた時点で終わってたんやて。チャップふざけすぎて終了やんか、ほんまに。ホラー映画みたいなタイトルになってるけどさ、ちょっと頑張るわ。この辺潜伏してない、大丈夫。頑張るんば、あ、頑張るんばからのナイス一括するや。ハム太郎ナイス、ハム太郎ナイスで、いいよ。じゃあ僕ナイス玉太郎になるわ。なんかかばやきさん太郎みたいな、え、駄菓子かみたいな。あ、やばい、エイムおじいちゃん、ふぅ、エイムがおじいちゃんからのナイス玉レボリューしながらクイックマンポーンって、クイック玉ちゃうわ、やったよーし、最後キルして取り戻しましたね。ただ僕がふざけすぎたせいで試合負けてたらほんまにごめんなさい。ありがとう味方の人、感謝エニー。まあ、とりあえずかなり可能性がある武器なんで、皆さんすぐ購入してすぐに遊んでみてください。ということで終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ではバイバーイ。